どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さん、お元気してましたでしょうか？いかがお過ごしでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように、再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、今回もですね、財布のお話をしたいと思います。僕のね、チャンネルね、結構財布のレビューが多くて、まぁ、結構ね、依頼が来るんですよ。で、今回はですね、珍しくもですね、まぁ、長財布をレビューが、来まして、で、実際、まぁ、この長財布のレビューなんですけど、まあ、商品自体をですね、クラウドファンディング上のページで、見たんですけど、結構良さそうで、ぜひぜひっていう形でですね、今回レビュー依頼の動画を作らさせていただいております。で、皆さんですね、まあ、2パターンいらっしゃると思っていて、1パターンはキャッシュレス化を目指していて、結構財布を小さくするっていうパターンと、もう1つのパターンとして、どうしてもやっぱこう、紙幣とかを折りたくないから、縦長のね、長財布派の人がいると思うんですよ。で、今後ね、ほとんどがまあ、やっぱキャッシュレス化になっていく中、長財布っていうのは、結構減ってきてるんですよね、市場的にも。で、まあ、とはいえど、現金しか使えない店っていうのも、やっぱりどうしてもあて、まあ、お得なね、こう、ポイントカードとかもやっぱ必要だし、まあ、小銭もね、やっぱ持っておきたいシーンってね、あるのでは、僕も結構そこの長財布派ではないけども、現金主義派なので、結構そこら辺のところはよくわかります。はい。で、今回は、そんな長財布派の皆さんにですね、おすすめのですね、結構かっこいいですね、長財布を、紹介したいなと思って、動画を作っております。はい、それは何かっていうとこちらになっております。シンプルイズベストを極めた長財布。手のひらにね、紙幣50枚。カード20枚、小銭25枚を収納することが可能な日本製の小型長財布、こちらをねご紹介したいと思います。はい。で、こちらなんですけど、正式な名称としてはクラッチーノネクストというものになっておりまして、まあ、クラウドファンディングをよく見られている方だったらわかるかなと思うんですけど、実はですね、この会社、こちらのクラウドファンディング、クラッチーノを開発した会社と一緒なんです。はい。で、このクラッチーノネクストは、そのクラッチーノ、去年出たやつなんですけど、そのクラッチーノってやつは、それの、まあ、後継版みたいな形の立ち位置になっていて、まあ、サイズ感はそのままに、シンプルイズベストを基本に、こだわりである大容量の、まあ、紙幣ポケット、カード入れに、今回は大きく開く小銭入れをアレンジした、まあ、新商品っていう形になっています。まあ、このクラッチーノネクストですね、僕自身届いてからですね、ちょっと使わさせていただいてるんですけど、まずね、革のしっとり感がものすごい気持ちがいいっていうところと、あと一度使うとですね、長財布家の人だったら、多分ね、結構使いやすすぎて離せないんじゃないかなというふうに思います。はい。で、こちら現在価格なんですけど、幕開けの方でですね、今全部でですね6色展開しておりまして、いずれもですね、20% オフの 12,320円の税込みから販売しております。で、特徴をこれからご紹介して、それからですね、実際詳しく、どういった風に入れれるのかっていうのをお見せしようかなと思うんですが、特徴としてはですね、1万円札と同サイズの形になっていますので、こちら紙幣を折らずに収納可能な、大容量の小型長財布という形になっています。で、シンプルイズザベストを極めたデザインになっておりまして、使う人を選ばないこそプレゼントにも最適です。で、革自体も金具も全て日本製のものを採用しているので、自社工房で製作しているからこそ、メンテナンスもですね、無期限保証っていう形になっているので、結構長く使っていただくっていう面ではかなり最高かなというふうに思います。はい。それじゃあ早速こちらの商品詳しく見ていきましょう。こちらがですね、今回ご紹介させていただくクラッチーノネクストという小型長財布になっています。はい。で、どれぐらいの大きさなのっていうところで言うと、これ iPhone の30 Pro Max なんですけど、並べるとこんな感じ。はい。30 Pro Max とほぼほぼ同じぐらいの形なんですよね。なので結構長財布としてはコンパクトかなと。長財布って通常多分これぐらいあるので、それに比べるとですね、全然持ち運びしやすいかなって感じですね。はい。で、見てくださいよ、これどうですか、このしっとりとした革の質感、ものすごい気持ちいいんですよね、ほんと。このクラッチーノネクストなんですけど、ちょっと
スペックをご紹介させていただくんですが、革としてはサリオスというですね、日本製の牛革を使っております。で、金具とかが結構そこら中にこの中に入っておりまして、こういうね、まあ金具とかも含めて全て日本製になっているので、本当にね、メイドインジャパンのこの技術のこだわりっていうところが、ところどころに見える製品になっています。はい。で、サイズ感としてはこちら本体、高さ90のワイド170、そして奥行き15という形になっておりまして、質量もですね、何も入れてない状態で 133g と非常にですね軽いんですよね。なので、まあ結構ね、こう革のずっしり感は感じつつ、だからといって重すぎないっていうところでは、結構高級感の漂う財布を気軽に持てるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、こちら先ほども言ったように全部で6色の展開になっておりまして、今回メーカーさんからお借りしているのはですね、こちらはキャメルという色になっております。で、その他にこんな感じでブラック、グリーン、ターコイズブルー、オレンジ、グレージュとですね、色展開しておりまして、僕これ借りたね、このキャメルなんですけど、結構こうね、大人っぽくて、うん、僕は結構嫌いじゃないです。はい。で、やっぱこういう革製品ってね、長く持つことによって色がどんどんね、こう、まあちょっと汚れてきたりとか、まあちょっと渋みが増してきたりとかするんですよ。で、またそれがね、味が出ていてかっこいいんですよね。なので、まあそういう味っていうところを体験していただくっていう点でもいいんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、これからこちらの、まあ、クラッチのネクストに関してですね、詳しく、皆さんにですね、すごいところをご紹介させていただこうかなと思うんですけど、まず、クラッチの前作モデルからどう変化したのかっていうところで言うと、今回はシンプルイズベストをコンセプトにですね、制作されたのがクラッチのネクストになっております。このフラップの機構変更とかを行っておりまして、従来のクラッチのはこういう形になっていたんですけども、今回のクラッチのネクストは、横のね、フラップの部分とかも結構排除して、結構シンプルな、開け口になってるんですよね。はい。なので、まあサイドホックとか外側のポケットを削除したことにより、かなり大人っぽい見た目のですね、シンプル構造になっています。はい。こんな感じで結構ねシンプルです。で、革も一枚革を連続して作ったような感じになっているので、ほんと革好きの小物好きの人にはね、かなりこう刺さるんじゃないかなとは思います。はい。で、なぜシンプルイズベストが、いいなって思ってこれにたどり着いたかっていうと、まあ世界中で読まれてるある本がきっかけっていうところもあって、星の王子様、皆様知ってますでしょうか。アントワーヌ・ド・サンテグ・ジュベリは、こんな言葉をね残してるんですよね。完璧とは付け加えるべきものがなくなった時ではなく、取り去るべきものがなくなった時なのだと。はい。まさしくこの財布、もうすでに取り去るべきところがないんですよね。つまり何が言いたいか、完璧に近づいている、完璧と言っても過言ではない財布なんです。はい。で、これなんですけど、お札、お金、カード、鍵、レシートを、まあ、シンプルに収納することができまして、余計なものに邪魔されない飽きのこないデザインは、こう長くね使っていただける最強の財布なんじゃないかなと思います。はい。で、実際にこちらの財布なんですけど、バッと開くとかなり大容量になっておりまして、まあ僕結構最近小さい財布が多いので、もうこれ見た瞬間にすっげえ入んな、まだ入んだっていうぐらい思ったぐらいですね、ほんとたくさん入る構造になっています。で、この大容量の、小さいお財布ができるまではですね、かなりの努力をしないとですね、こう開発できなかったっていう感じになっていまして、自社従来からの待ち構造から、新発想の巻き込み構造にこう変化させたことによってですね、ようやく出来上がったのがこの大容量の小さいお財布になっています。1万円札が16センチなので、余裕はまあ1センチぐらい必要なので17センチとかで決定していったりとかですね、まあ結構こうお札を折らないっていうことをこうテーマにですね、いろいろとこう工夫された、形になっています。はい。その他にも革が4枚重なり厚みが出るぐらいのまあ、カード段にするとか、そういう風にしてですね、圧倒的に無駄を削除して、だからといって欲しい機能は全部持っていくっていうぐらいのですね、本当に使い勝手がいいベスト財布なのかなっていう風に思います。はい。で、まあ見てくださいよ、どうですかこれ、収納力抜群じゃないですか。はい。実際こちらなんですけど、お札50枚、カード20枚、コイン25枚、鍵2個入る形になっておりまして、ポケットとしてはですね、まず前面のところ、ここお札ポケットです。はい。で、そのここの後ろの部分ですね、ここがだいたい1個のこの1つのお部屋に対して、最高5枚ぐらいまで入る、まあカードポケット
ットになっております。で、その隣に、ここ小さいポケットが、この真ん中にあるんですよ。ここに、まあ、例えば鍵を入れていただくことができます。はい。で、ここにもまたカード段。そして真ん中がこの大容量の小銭入れ。そして後ろに行くとですね、また同じく札入れが出ていて、カードカードっていう形の構成と真ん中に鍵の構成っていう形で、まあミラー対称式のね、まあ財布になってるんですよね。まあ実際ね、お札50枚も入れるかっていうと多分入れることはないと思うんで、僕なりの使い方の、まあご紹介させていただこうかなと思うんですけど、僕なりの使い方としてはですね、まず1万円とか、そういった金額は後ろで、できるだけ細かいもの、1000円とか5000円を手前っていうような感じで分けております。そうすることで人間って1万円を崩してしまったら結構浪費が早いって言われてるんですよ。ただ1万円にしてしまって持っていれば1万円ってなかなか崩すの勇気いるじゃないですか。なので浪費しにくいっていうような形のね、まあ心理分析行動っていうのがあって、なのでまあできるだけ先にこの1000円を使うようにっていうように考えて、まあこの1000円をね手前に持ってくるような形でしております。はい。あとはカードなんですけど、各それぞれ5枚ぐらい入るんですけど、僕はこういうポイントだったらポイントはここの部屋、例えばここは会社用のセキュリティとか重要機密とかの必要な、まあ、カード入れで、ここは、まあ、いわゆるですね病院関係とかで、で、ここの部分が、まあ、娯楽とか、まあ、映画館のね、まあ、ポイント、こういうね、シネマイレージとか、そういうのにするとか、そういう感じで、まあ、お部屋をそれぞれですね、自分なりに、まあ、こう、アレンジして使い分けることで、カードを結構探しやすくできるっていうところは結構いいなと思いました。で、真ん中の部屋なんですけど、かなりこう、広いので、小銭をたくさん持たれる方もですね、これであればバカッと開くので結構探しやすいかなと思います。で、この状態で閉まってもそこまでですね、厚みが出ないんですよ。なので、例えばなんですけど、こちら今回ちょっと僕が履いてるパンツにはないのであれなんですが、スーツとかああいったタイトなズボンとかのね、お尻のポケットに入れてもですね、これまでの従来製品だと飛び出る形だったんですが、これはポケットのまあ人のそれぞれスーツにもよってちょっと若干誤差はあるかもしれないんですが、ポケットのね口から、ほとんど財布が見えないっていう形なので、スリとかそういうのにも会いにくい、ポケットからも落ちにくいっていう、まあ、この2大メリットがあるっていうところでは結構いいんじゃないでしょうか。先ほど言ったミラー式構造っていうところがまた一つの一個のポイントで、これただ単にミラー式にしてるわけじゃないっていうのを皆さんお気づきですか？気づかない。じゃあお教えしましょう。僕は右利きなんでこういう風な感じですけど、これ例えば左利きの人だったらどうするっていうと、左利きでもこれミラー構造だから同じ作りなんですよね。なので左右両方とも同じ作りにすることで、右利きの人でも左利きの人でも使いにくさっていうのを体験することがない、素晴らしいユーザー体験ができるですね、財布になっているんです。はい。でさらにこちら進化する、財布というところで、経験が生む隠れたこだわりがございまして、どうしてもねこう開けた時に引っ張ってしまうこの中央部分のこのホック部分ですよね。ここに関しては折り返した補強をこの中にこういう感じで取り付けていまして、革が2枚重なったことにより開けやすく革の伸びを低減するっていう形になっていて、ここはまたね結構ねよく考えられていて、ユーザー目線としては素晴らしいなと感じました。いや、ほんとマジ使いやすい、この財布。うん。しかも、このしとり感がほんと良くて、このオイル系のレザーはね、ほんと持っとくだけで気持ちいいんですよ。うん。なので、ほんとぜひ皆さんに試してほしいです。はい。で、しかもこのね、メイドインジャパンの縫製クオリティ。はい。まっすぐ。ね。ここら辺のカットとかもすごい綺麗っていうところでは、本当にこう日本のものづくりのこだわりをよく見せてるなっていう風に思いました。それじゃあ最後まとめの方に行きたいと思います。見ていきましょう。いかがだったでしょうか。今回はですね、こちらのクラッチのネクストという長財布をご紹介させていただきました。はい。個人的にはですね、長財布久々に使ったんですが、長財布もねやっぱ1個あってもいいのかなっていう感じがしましたね。最近はやっぱミニ財布系を結構よく使うようになっていたんですけど、長財布が長財布でこうミニ財布にはない余裕感が結構あるんですよ。なのでカードが増えた時も結構安心できるし、小銭が増えた時もまあ別途小銭入れを持たなくていいっていうところでは結構これはね
ね、嬉しいポイントかなと思います。しかもこの革のね、もうさっきから何度も言うように、この持った時のオイルのしっとり感、これが本当も心地いいので、ぜひ皆さん体験していただきたいなと思います。はい。で、今回ですね、使ってみていいところ悪いところをご紹介させていただくと、まずいいところとしては圧倒的な収納力っていうところで、カードが多い人、小銭が多い人でも対応しやすい、大きさの財布だというところ。はい。あとは素材が結構いいので、長く持っていけるような財布になっているっていうところと、あとエイジング効果っていうところで、今後がね、まあ結構期待大だなっていうところで、育てたいなっていう風に思わせてくれるような財布だなって思いました。はい。で、ちょっと残念だなっていう風に思ったところで言うと、そうですね、まあ強いて言えばなんですけども、まあ僕は一応工夫をして、こう各部屋それぞれですね、まあ名刺を自分の中でつけて、こう使い分けるような仕組みをしてるんですが、やはりですね、一つのカード段に5枚カードを入れるっていうのは、ちょっとカードをね、瞬時に出すっていう時には、探しにくさをちょっと若干覚えた形になりますので、普段からね、こうカードを細かく分けてる人は、ちょっと最初は慣れないかなっていうふうに思います。はい。でも、とはいえそれ以外は、結構ね、作りもいいし、デメリットもないので、結構ね、おすすめの長財布かなと思います。ぜひ長財布ユーザーの方で、今の、長財布がですね、ちょっと古くなってきたとか、長年持てる長財布欲しいっていう人はですね、ぜひこちらのクラッチーノネクストをぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。今回はこんな感じでレビューを終了させていただきます。こちら現在はマックアグの方で出資支援を行っておりますので、ぜひですね、こちら、僕の概要欄から支援してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。